皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは教室の先生に送る毎月の単発集客から解放される自動集客の仕組み作りの進めというお話をしたいと思います。ちょっと長いタイトルかな。はい、ですね、自動集客っていう言葉はどういう印象を持つかっていう話なんですけれども、自動集客っていうからには自動的に人が集まってくるっていう状態になるわけなんですが、これはやはりどの先生にお話ししてもですね、皆さん憧れる仕組みなんですよね。なぜならば教室の先生はおおよそですね、忙しいレッスンとレッスンの合間を見ながらですね、ブログを更新したりとか、SNS 発信、インスタグラムだったりとか Facebook 発信とか、いろいろ努力はされるわけですよね。で、そのこと自体がなくなるわけではないんです。限りなく楽にはなっていくんですけれどもね。私が基本的に皆さんにお勧めするのはやっぱり自動集客なんですよね。つどつど頑張って単発で集客するっていうことではなくて、仕組みをきちんと作って、その仕組みの中でたまにこう集客をかけるっていう形になります。じゃあめちゃめちゃ楽になるのかっていうとですね、これがまたそうとも言い難い部分もあるんですが、仕組み作りには時間がかかります。先に結論言いますけれどもね、今日明日作ったからって明後日集客できるものではないんですよね。集客のやり方っていうのは、ウェブとアナログ、リアルとバーチャルと両方ある。でリアルの方が割とやっぱり短距離戦というか速攻性のある、接近戦ですね。お客様そのまんまダイレクトに来てねっていうのが言えるのがリアルなんですけど、バーチャルの方のウェブの方は少しこう遠い状態から近くに来てもらわなきゃいけないので、時間軸がやっぱ時間かかるのはウェブの集客の方が時間かかります。しかも私がこれからお伝えするその自動集客っていう仕組みは、構築して仕上がるまでに早い人で1年、大体3年くらいかな。これ私が実際に何個も自分のウェブサイト作って感じてることです。3年ぐらいすると大体その状態に近くなっていて、4年5年6年とだんだん楽になっていきます。もちろん微調整はしていくんです。していくんだけれども、毎回毎回こう頑張って集客しなくてはいけないっていうものから解放されるようになります。ですからいつも集客してて疲れちゃうっていうタイプの人は、そろそろですね、仕組みっていうもので集客していくっていうことについて考えて、お時間がかかったとしても将来楽になるためだからっていうことで、頑張れるかっていうことも含めてちょっと検討してもらいたいなと思って今回のテーマを作りました。なので今回は自動集客の仕組み作り、ここが一番のキーポイントになるお話になってます。はい、それではですね、本題に入りたいと思うんですが、まずですね、その仕組み作りの第一歩は何なのかっていう話なんですけれども、点になってる作業、例えばブログを書きます、 YouTube を上げます、 Facebook を上げますっていう、この点になってる作業を、線にして面にしていくっていうのが、仕組み作りの大きなポイントになっていくんですけれども、その核になるのはホームページであるっていうのは以前からお伝えしている通りなんですね。で、例えば、ホームページが核であったとして、でそれを見てもらうとか認知をしてもらうためにツールとして今言ったような SNS もあるし、あとはさらに深い信頼関係を作っていくツールとしては、メルマガが最強ですっていうのは以前からお伝えしている通りです。メルマガのライト版が LINE アットかなっていうところですね。LINE アットのつながりよりもメルマガを長期的にしっかり読んでくださってる読者さんの方が、濃いお客様っていう、そういう雰囲気にはなるんですよね。ですからそのじゃあ流れをどう組んでいくかっていう話なんですけどね、まずベースになる、考え方というか流れですね、3ステップあります。まず1ステップは、認知です。自分という人間ないしは自分の教室というものを、まだ見ぬお客様だけれども自分にとっては理想の人
に探してもらう、この認知ですね。この認知を助けるためにSNS ツールがあったり、お金を使うんだったら広告っていうものがあるっていうのがまず第一段目ですね。でその次にその、まあ、お客様と実際に会うような状態にしていく、会うっていうのがバーチャルで会うのであればウェブサイト、メインのホームページですね、そこに誘致する、ないしは店舗であれば自分のところに来てもらい、自分に会ってもらい、場合によっては体験会に来てもらうっていう、まあこのあたりですね。それによって、まあ、どんな、効果を得るかっていうと信頼を得るということですね。自分を深く知ってもらい信頼を得るということになります。認知、信頼ですね。そして最終的には3ステップ目は、信頼を得ていただいた後であれば、まあ、制約、契約っていうのはしやすい状態になっていくので、そのステップを踏んだ状態で、まあ、自動集客っていう流れになっていくんですね。で特にウェブが得意なのは、認知から信頼にするためのこの体験会とかに来させるというか、来ていただく、この作業がどちらかというとウェブは得意になります。ということはですね、ホームページの出来とか、その見せるページの出来が悪ければ当然来てもらわない、来てもらえませんし、じゃあその格は何なのかって言ったら、その理想とする来てほしいお客様にとって強烈な特徴ないしはメリットがありますよということがホームページ上に歌ってない限りは心が動かないですよね。なのでよく教室集客の部分で悩みを抱えている先生とお話をするとですね、ブログはどう書いたらいいですか、インスタグラムは何の写真を上げてったらいいですかっていう、この、端っこの部分ですね、枝葉の部分でのご質問が非常に多いんですが、実際のところ手を入れて直さなくてはいけないのは、その核になる、その後見てもらって理解してもらうホームページであり、体験会に来てもらった時、その時間、共有する時間が結構勝負になってくるので、そちらの手を入れずして、この枝葉のところを頑張ってもですね、まあ、大概自動集客には当然なっていかないです。だから SNS はね、大事は大事なんですよ。だけれどもちゃんとその後ろの目的を理解してもらえるような発信をしないといけなくって、なので今日のレッスンっていうのはもちろん言うのは全然構わないんです。今日はこういうクラスがありました、こんなものを作りました、皆さん喜んでました、以上っていう、これだと割と日記っていう感じになりますね。ここをさらにじゃあ集客につなげるようにはどう書いていったらいいのかっていうと、その理想とするお客様はその教室に行ったら自分の願いが叶えられるということにフォーカスした状態の同じレッスンレポートでも書かなくてはいけないんですよね。例えば私は低糖質のダイエットを目的としたパンを食べたい人のクラスとかは持ってたわけですけれどもね。でそれでレポートもしも書いていくのであれば、例えばパンを食べちゃうことに罪悪感があった方だったら、この味なら毎日食べられるっていう、そこがやっぱり嬉しいわけですよね。そうするとそういうふうな今まではこう美味しくはないという言われている低糖質のパンを無理に頑張って食べてたんだけれども、この配合でこういう作り方でやるとこんなに美味しいパンが食べられた、これなら毎日食べられる、イコール痩せることができるとかですね、まあそういうメリットを重視でやはり書いていかないとですね、心に響かないんですよね。ですからそのまず核になる部分のコンセプトと呼ばれるところですね、これをしっかり作り込んでいかなくてはいけなくって、発信もそれに沿った発信をしていって、理想の人が近づいてきてもらえるように告知拡散をしていかなくてはいけないんですね。で告知拡散をする場合には当然なんですけど、露出度が少ないよりは露出度が多い方が目に留まる、確率論の問題ですけどね、確率が上がっていきます。1ヶ月に1ブログしか書かない人と1ヶ月に4ブログ書く人であれば4の方がいいですよね。1ヶ月に4より、毎日書く人だったら30ブログできていきますから、その方が露出度が高まるのは
理解できると思います。なので出だしの部分であればやっぱり量がどうしても必要になりますね。ゼロで自分のこと全く誰も知らないっていう状態だと、とにかく量がまずは必要になるんですが、その量も数打ち当たるっていうもんではなくて、ちゃんと後ろの方のホームページなしで特徴コンセプトと言われる部分の設計をちゃんとした状態で、告知をしていく、見せていくっていう、そういう認知を意識してやっているかっていうことですね。単にブログを書きました、単に、YouTube を上げました、単に Facebook で記事書きました、これだとうまくいきにくいですよね。はい。ですからメインになるその核の後ろを作るっていうのは結構やっぱり大事で、ここはものすごく時間がかかります。そして、自動集客をしていくためにもう一点必要なポイントがですね、探される人をきちんと捕まえることなんです。 SNS はどちらかっていうと自分が発信して、自分につながりがある人、読者さんとかですね、その登録をしてもらった人とか、そういう人を中心に伝えていくのは得意なんですけど、全く見ず知らずの人ももちろん探してくる可能性もあるんですが、やはり検索経由ですね、それが Google であろうと Yahoo であろうとどっちでも構わないんですけど、それ検索エンジンと呼ばれるものでちゃんとキーワードとか語句を入れて探している人、この人をしっかり捕まえることができるようにウェブサイトとかを作っているかって、これが結構自動集客の時にはまず肝になっていて、要はキーワードを意識してるかっていうことですね。キーワードを意識してるかっていうのは探している人にとって心に刺さる、キーワードです、例えば私のパン教室だった時にはですね、横浜天然工房パン教室、このキーワードが最重要キーワードになるわけなんですけれども、その他の、キーワードとかですと天然酵母の名前とかがありましたので、扱ってる7個の天然酵母の名前、それぞれに白神小玉酵母とか星野酵母とか、あとは十勝の酵母とか、いろいろあるんですけど、その酵母の名前も組み合わせてタイトルを作っていくとか、あとはパンニーダーというパンをこねる機械のニーダーっていうもので教える特化した教室だったので、ニーダーっていう言葉が入ってきたりとかですね、どんな方が自分の属性に一番近くて、どんなキーワードで自分の教室を探すんだろうなというのを先回りした状態でウェブサイトの中にその語句を入れたり、タイトルにつけたり、ブログを書いたりとかっていう下準備が必要になるんですね。でこれがサーチエンジンオプティマイゼーション、SEO と呼ばれる対策って呼ばれているものになるんですけどもね、要はそうすると自分が動いてないところでキーワードで探した人がうまく自分の教室のところに来てもらえるように誘導できれば、きちんとしたページができていれば、そこから問い合わせとか申し込みが普通に入ってくることになります。この状態が自動集客の基礎、基本のところになりますね。自分はこういう人に来てほしいっていうことをちゃんと意識した状態でウェブサイトをしっかり作り込む、それによってちゃんと当てはまる人がキーワードで検索すると自分のところにたどり着くっていうことですね。ただしこのホームページただ作っただけではね、それ無理なんですよ。例えばそのホームページの評価がですね、 Google とか Yahoo から評価が高くなければ、上には上がってこないですね。じゃあどういうことが高い、評価が高いページなのかっていうと、そのお客様、その方にとって役立つ情報とかが載ってるページっていうのが評価が高いページになります。で特にですね、その Google とか Yahoo の、 その検索エンジンの対策っていうのは時流に合わせてどんどん変わっていってるんですね。特に検索エンジンの王様 Google ってでも若い人たちは違いますよ。 YouTube で直接探しちゃったりとか、 Instagram で探したり、 Facebook の中で探したりとか、検索エンジンを信じてない若い世代とかもあるので、そのあたりを集客したい場合には当然そこも研究していかないといけないんですけれども、一般的に大人の人を主に集客したい場合にはだいたい検索エンジンになります。そうすると検索エンジンで探した時に上位で探されるような状態にしておかなくてはいけないというウェブサイトを作らなくてはいけないんですね。その判断基準が良質ないいコンテンツ、いい情報をちゃんと発信していること、これがウェブサイト的に評価が高い
ウェブサイトになっていきます。ですので以前はですね、今でもその傾向は多少はあるんですけれども、そのホームページの中に良質なコンテンツ内容がウェブサイトの中にいっぱい入っていること、それでそのページの評価がされるっていう時代がずっと結構続いてました。なので私の、教室集客の方のリビング企業アカデミーっていうウェブサイトは、700ページぐらい抱えている、情報もいろいろ載っている、そういうホームページにはなってます。そこまでするのもやっぱ3年ぐらいかかってますけれどもね。そうするとあらゆる語句言葉で探されるように意識しながらブログを書いていってます。教室集客に悩む人はどんな悩みが多いのかとかいうのも含めた状態で、それを解決できる手段とかをブログにどん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 上げていってる、そういう意味では多分 Google や Foo さんの判断によると良質な、ページっていうふうにはだんだん見なしてくれるようになっていると、順位が上がってくるんですね。さらに付け加えて昨今の状態、これまた変わる可能性があるんですが、昨今の傾向としてはビジネス色が強くないようなタイプのウェブサイトの方が、要はまとめ記事みたいなやつですね、ネイバーとかよくあるじゃないですか。あとはなんか何個もこう教室のページとかが集まってる、教室の先生言うと多分クスパさんとかご存知と思うんですけどね、そういうこうポータルサイト、入り口サイトと呼ばれるそういったものとかは集めてあるから、そのどこを選んでも自由だよねみたいな状態だとですね、 Google とかが進めたみたいな責任回避ができるんじゃないかみたいな話とかもありましてですね、お役立ち情報がひたすらこうまとまってるブログ集みたいなページとかが評価されたりしているんですね、最近は。なのでその時流はもう1年ぐらい前から私も理解はしていたので、別サイト、サテライトサイトって呼んでますけど、サテライトサイトを持ってるんです。でそこではもうただひたすらブログでこう情報発信してっていうことでやっているわけなんですけれども、そうすると結局じゃあただ読んでありがとうだけだと自分につながらないじゃないですか。そうするとどうかっていうと、その記事の最後の方とかにもっとコンテンツをよく知りたい方はっていうことでメルマガ登録とか、あとは LINE でもぼちぼち登録はしてるんで LINE とか、だいたいそのあたりのボタンとかバナーを貼り付けておいて、ご興味ある方はどうぞみたいな感じで促してるんですね。だから直接自分のページを見せに行かないようにしてるんですね。それを見せるように作ってしまうと営利目的というか、営利なんですけれども、そういう評価をされてしまうとそこまで順位が上がりにくい。だから良質なコンテンツでみんながいいねって言ってくれるものをどうやら現状は上位の方にしていってるっていう傾向があるっていうのが、最近の Google の傾向なんですね。ですから良質な記事を書いていくっていうことは間違いないですね、対策としては。でそれによって信頼関係をゆっくり構築していく。だから信じてもらい、メルマガとか登録してもらって、さらにその内容を読みながらだんだんあなたへの信頼度を高めて、ある時信頼度が高まってもうこの教室行きたい、あなたにお願いしたいっていうふうになったら、その人が目の前に現れるみたいな、この仕組みが自動集客の一番メインの仕組みのところになります。でそうすると要は自分が意図してない時に目の前に現れる形になりますから、意図するっていうのは自分が告知したら人が入る、これ意図する状態ですね。意図してないっていうのは割といい状態でスルッと入ってくるみたいな、これ意図してない状態になりますので、そこを、検索エンジン経由とか、仕組みの中で申し込みが入るように設計をするっていう意識があるかどうかっていうのが、非常に大事な点になってきます。なので私自身はやっぱメルマガが究極だな、ゆっくりじっくり時間をかけて信じてもらう、信頼してもらって申し込んでもらうっていう、だから成約率も高くなるわけなんですけれども、だからこれね時間かかるんですよ。短くて半年、1年、2年、3年、4年後ぐらいに目の前に来る方とかもいらっしゃいますからね。だから継続をずっと続けるっていうことをしなくてはいけない。それが信頼にもつながったりするんですけれどもね。なので仕組みを作ることに注力をすると、
その時は大変だし、地味だし、成果がすぐに見えないので投げたくなるんですけれども、将来的には絶対的に楽になりますね。本当に私ウェブサイト作って、まあ、いっぱいいろんなサイト持ってますけど、育てた3年4年とか熟成されて、それをずっと育てるんですよ。手を入れ続けてきて、育てるとやっぱり上位に上がってきますので、上位に上がってくるとやっぱり見られる確率が高くなってきますし、それだけのコンテンツがそのウェブサイトの中にちゃんと入ってるので、信じてもらえる確率がものすごく上がりますよね。この人はちゃんとやってるな、長い間っていう。だからそれを作ることは、今の目の前のお客さんを集めると同時に、将来に向かって長期スパンで作っていくっていう、やっぱこれを2本立てできっとやらないとですね、自動集客で毎月の苦労からなかなか解放されない。いや、今が忙しいから無理ですっていう人はずっとできないですね。どこかでちょっとね、頑張らないとダメな時があるんですよ。でないと毎月の忙しさはずっと解放されないです。からその自動集客が、されるようになってくると、自分がすごく一生懸命告知しなくても、まあそれなりのタイミングでポロリポロリと予約が入ってきたりとかですね、あとは自分が集めたい、このイベント集めたいんだよねっていう時に、メルマガリストとか LINE のリストって言われる、そのたまり場になってる人々がいる時に、単発のイベントポーン、こんなのやりますって言うと申し込みがドッと入るから、コントロールがある程度できるようになるんですね。じゃあその人数は何人ぐらいならコントロールしやすいのかっていうと、やっぱり1000人、一つの数字の基準1000人ですね。1000を超えてくるとそういうインパクトが出やすくなるもので、それまでね、ひたすら頑張る感じになりますね。ただし将来を見据えた設計の中でひたすら頑張るっていう作業が必要になるわけなんですけど、はい。ですので、まずまとめるとですね、その自動集客の仕組みの根幹は、認知と、信頼、それによって制約に至るっていう、このまずプロセスを理解することが第一場面に重要で、次にその枝葉の SNS を頑張る前に、メインの基軸、自分のコンセプトとかきちんと歌ってあるホームページですね、ここをきちんと作ってから枝葉の SNS 広告を頑張るみたいな、そんな感じです。で、あともう一点は、その制約に至るところの体験会とかが上手にいかないと決まっていかないので、そこは営業のスキルになってくるので、もう一個は今度クロージングと呼ばれる制約のスキルっていうのが、まあ別途また必要にはなってきます。はい。ですので、自動集客はちょっと気の長くなる話なんですけれども、絶対に楽になるって信じて、コツコツできる人とできない人、そしてできない人が多いからできる人が目立ってるんだっていうことも理解してもらったらいいかなって思いますので、ぜひそんな観点で頑張ってみていただければと思います。それでは。